うっ。なんすか、なんすか。これ見ながら。今日の本日のメニュー表すか。すごいね、ちゃんと作ってきてる。不安じゃね？不安じゃね？なんか 笑えるかどうかわかんないし、ね。まあ1回目なので、これの盛り上がり方次第で。確かに。だよ。ボ継続するかボツになるか。継続かボツになるか決まってきます。かかってんな。はい、新しいね。まあ始めますか。始めますか。じゃあまずまあまあまあ俺のヘアスタイルからいきますか。そうですね、俺のヘアスタイル、うん、こだわりを添えてどうすか俺、うん、勝くんなんかすごいこだわってるなって思うけど結構、まあ、人と違う楽しんでますよね。まあそうだね、もともとストレートなんだけど俺も、うん、ものそのイメージが、あでも仙台の時ストレートだった。そうだった。でも俺はあのヘアみたいですもん、鹿島のボンバーヘッドだった。ボンバーヘッド、うん、あれとかめっちゃもう一回見たい。あれはちょっとやばいよね。やばいよね。あれ一番やばかったの。明るめでさ、パーマってほんとヘアダメージやばいよね、うん、やばいやばい、ね、3、4週に1回ぐらい行かないとだよね。もう結構やばい、チリチリになってそうそうそう切れて。でも芯もだってずっとじゃない。そうだ、ね、金髪っていうか金髪。でも今短くしたじゃん。そうですね、なんかもうずっと長かったし、長かったっていうか、うん、ずっとショートやりたかったんですよ。あ、そうなの。うん、でもさ、ストレートって飽きるよね。飽きる。そう、ね、そのパターンがないんだよね、ストレート。そう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 、俺も普段セットしたくないからさ、うん、でストレートだとさ、ちょっとこうもう平凡じゃん。平凡でパーマかけたっていうのはあるからスタートね。さあ、一番話しやすいやついきますか。盛り上がりそうな、ね、今が旬、角田涼太ローテーション。ドリンク付き？ドリンク付き。マジで誰が見ても、うん、勝くんの真似しすぎね。真似しすぎ問題。どうなんだろうね。意識してないって言うけどさ、うん、絶対意識してるじゃん。え、てかこの間さ、新しいバッグに変えてたじゃん。あれ俺のキーリングと色まで一緒にしてる？マジで。やばいよね。そう。しかもそれさ、気づかなかったって言ってなかったあいつ。え、そう、知らない知らないとか言って。俺もこのチーム来たぐらいの時に買ったのかな。そうだね、多分去年買ったから。うん、1年は絶対使ってんのに。そうだよね。そう、しかもずっと一緒にいるからさ。そうそうそう、分かってるじゃん、うん、きっと。やっぱびっくりだ。びっくり、ほんと。しかも髪型もさ、毎回さ、髪はね、どうな、寄せてこない。どうなの、勝くんがちょっと短くしたらまた短くしてきてさ。ね、それをさ言わないからね、彼はね。そうね、まあね、しましたとはね。まあ今はほんと旬だからね。でもほんと勝くんのこと好きなんだなってのは分かる。旬、旬だね、ほんと。強さはあるよね、さ、フィジカルのさ、うん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 、相手に当たり負けないし、うんうん、最近はね、でも自信もついて、うん、ビルドアップの時ドリブル持ち出してパスすごい通るようになったよね、うんうん、去年から出始めた時、うん、めっちゃ勢いあるなと思って、ね、うん、やっぱ結構若いからさ、うん、一喜一憂してるじゃん。そうだね、あいつプレーに対して。うん、一喜一憂してるから、ほんといい時はほんと抜群にいいけど、そうだね、そこが落ち着けばもっと良くなるだろうし、うん、ビルドアップはやっぱ良くなった気はするかな、ね、今年の方が。熱々憧れのサッカー選手。サッカー選手、それこそでも俺らのさ、小学校時代、うん、ちょうど日韓ワールドカップ世代じゃないですか。うん、俺はまあ聞き足もあって、うん、やっぱ中村俊輔さんっつってたかな。え、その当時は中盤やってたんですか。やってない。サイドバック、うん、フォワードかサイドバックやつ。ポジション全然違いないです。うん、まあでもだからもうほんと小学校の頃じゃない。まあ確かに、うん、でも俺も好きでした、俊輔さん。はい、いやまあ好きになるよね、みんなね、誰でもなりますね、うん、そうだね。海外の選手とか。俺バルサめっちゃ好きやったの。あ、だからやっぱ見てました、バルサとか結構見てたかも、その中高とかは。あ、うん、で俺ベルディじゃないですか、うん、育成が、うん、そのスタッフが、うん、あのブラジルのサッカーとかバルサのサッカーめっちゃ好きで、へ、なんかその試合を DVD に焼いてくれて、うん、みんなに回されるんですよ、この前ら見てくみたいな、うんうんうん、そうでめっちゃ見てて、バルサめっちゃ好きだった。ちゃんと見てたんだ。ちゃんと見てた。え、今でも好き、うん、
今はバルサよりシティの方が好き。あ、シティ、うん、まあ、レアルの方が好きかもしれない、バルサより。バルサがランク低っ。でもまあ本当だから今の小学生とかでいうシティみたいな感じだよね。かもしれない、ね、俺らの時のバルサね。そうだ ね、 ね、めっちゃ強かったもんね。めっちゃ面白かったよね、だって当時メンバーも今思ったらマジですごかったし、ね、最先端で。そうなんです、最先端っすよ。ね、やばいよね。ね、すごいと思うよマジで。トモキとかいたら大喜びやったら。確かに。でもペースは落ちたっしょ。いや、ちゃんと続いてます。ペースはちょっと減ってるっしょ。毎日、ほぼ毎日ちゃんと小6の前哨の時170だったから、ね、頭一つ抜けてる。お前だけなんか小6じゃないみたいな写真見たもん。